日本語と英語のバイリンガルのための世界最大の就職イベント、ボストンキャリアフォーラム、29回目となる今年は明日から3日間開催されます。今年も日本の企業を中心に195社が参加、金融、IT、小売業などさまざまな分野の大手優良企業が軒を並べます。情報収集から面接まで大きな困難を伴う留学生や在米求職者の日本企業への就職活動、そんなハンデをチャンスに変え職を求めるバイリンガルと、バイリンガルの採用に積極的な企業との出会いの場を提供するボストンキャリアフォーラムは、アメリカで学ぶ日本人学生に欠かせないイベントになっただけではなく、ヨーロッパや日本からも毎年参加者が集結します。例年通り3日で約1万人を想定しております。多くの企業が、新卒や MBA を、中心に採用活動に来てはいるんですけれども、日本語のネイティブレベルじゃない方であったり、職務経験者であったり、またインターンを取りたいというような目的で来る企業さんなんかも増えています。通常の就職活動よりも内定率がかなり高いのもこのイベントの大きな魅力です。海外からの人材採用の機会はキャリアフォーラムだけと決めている企業もあるほどで、去年のアンケートではキャリアフォーラム期間中に内定を出したと答えた参加企業がおよそ6割、また企業から内定を受けたもしくは進行中と答えた参加者は合わせて7割を超えました。年々、キャリアフォーラムではですね、事前に企業に応募して当日、時間など設定して会いましょうと、もう完全に面接会という、部分が非常に多くなってきています。どこの企業と面接をするのか、どこの企業の説明会を受けるのかというような予定をしっかり立てて、またその空いている時間なども、どういった企業を回ろうという優先順位などをつけて回られると充実した、3日間になるのではないかなというふうに期待しております。この期間中に20社以上のブースを回ったと答える参加者もいて、このイベントをどう生かすかはまさに自分次第。前もって面接の予約が取れているのがベストですが、ほとんどの企業がウォークイン、いわゆる飛び込みを受け付けているといいます。また今からでもインターネットで参加の申し込みができるほか、当日の会場でも受け付けているそうです。